おはようございます。つみ美容室の武田です。今日は、基本のアイシャドウの塗り方をご説明していきますね。アイシャドウが苦手な方は、塗る範囲が分かんなかったりとか、グラデーションのつけ方があんまり得意じゃないっていう方が多いですね。今日はそのグラデーションの綺麗なつけ方だったりとか、筆とかチップの使い方を説明していきます。基本なので皆さんよく使うんじゃないかなと思う、こういうブラウン系のアイメイクで仕上げていきますね。まずアイホール全体のくすみを取ってくれるようなちょっと黄みのかかったアイボリーっぽいこういうお色でまぶた全体のトーンを上げていきます。こういう広範囲に塗るときはこれぐらいの筆を使って全体にふわっとかけてあげたらいいと思います。ブラシによく取って、ちょっとこの手の方で筆の中に入れ込んであげます。で、黒目のすぐ外側が一番アイシャドウが濃くなるところなんですね。そこに最初に筆を置きます。そこから目尻、目頭と入れていきますね。この骨があるところに沿って入れると大きな失敗はありません。でこうイメージする形は、目尻の方がちょっとぷくっと大きくなるようなアーモンド型のようにこう広げて入れてあげるとアイシャドウ綺麗に入ります。でまぶた全体のくすみを取ってあげたら、今度は、少し濃いこのぐらいの色を使っていきましょうか。この辺からは、指でされる方もいるんですけど、チップで入れてもいいかもしれないですね。同じようにチップに取って手の甲で一度鳴らします。で、さっき入れたアイホール全体より一回り小さく入れてあげますね。形はさっきと同じようにアーモンド型で入れてあげます。足りなかったら足してくださいね。で、よくあるのが目の幅がここまであるのにここで終わっちゃってる人、この手前で目尻の手前で終わっちゃってる人、これはせっかくの目幅をメイクで大きく見せたいのに小さくしてしまってるんですね。なので怖がることなく、ちゃんとこのアイホールの際まで入れてあげるようにしてくださいね。で、目尻の方が細くなるようにです。これがこう雑になっちゃうとアイホール綺麗に入らないので。が終わったら今度は締め色、この濃い色ですね。濃い色を今度際に入れていってあげます。同じようにチップに取って手の甲で鳴らして。それから入れていきますね。黒目の外側が一番濃くなるところですから、ここに最初に置きます。でよく失敗しがちなのがこの目のこの際、まつげの生え際に濡れてないことが多いんですね。そうなったらアイシャドウの効果が半減してしまいます。アイシャドウはまぶたにこう陰影をつけてこう立体的に見せることで効果を発揮するので、この目の際が一番濃くないといけないんですね。これはどの色を使う時もです。で、そのまつげの黒色があってアイシャドウの色があって、その間に自分の肌が透けて見えているととても白々しいメイクになってしまうので、そこを一番注意してアイシャドウを塗りましょう。そこから眉毛の方に向かってだん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 薄くなっていくのが理想のアイシャドウの入れ方です。もう一つこの際に今度はこの黒色入れてグッと締めた感じ印象にしていきますね。この濃い色を使うときは、濃い色を細く入れたいときはチップのこの先端を使うようにしてください。この先端を、この面じゃなくて先端のとこですね。
ちょんちょんちょんとつけて、これも手で鳴らします。これは本当に、まつげの際ですね。こっちとこっちと根元がグッと締まった印象になったと思います。こんな感じです。この骨があるとこ、眉骨があるとこ、この眉毛後で描いていくんですけど、その下にハイライトを入れてあげるとより、凹凸ができて立体感のあるお顔になります。てかもうこういうはっきりした白色がいいですね。アイシャドウの入れ方なので、例えば可愛い印象にしたいとかかっこいい印象にしたいっていう時はちょっと入れ方が変わってきますが、まずはこの基本の入れ方をマスターしましょう。やってみてください。